こんにちは。インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はキャンプや非常事態に役立つ携帯浄水ボトルについて、何をどのように買ったらよいのかお伝えしたいと思います。もし停電になった場合、水道の蛇口から水が出なくなることもあるそうなんですね。でそうなった場合は雨水を貯めたりですとか、どこかからね水を汲んでこないといけなくなるわけですけれども、それをね飲み水にしたりお料理に使うには、やはりちょっと浄水する必要があると思いました。そこで浄水ポットをね調べてみたところ、セーシェルというメーカーの浄水ポットが良さそうということが分かりました。セーシェルのねフィルターはウイルスはもちろんなんですけれども、化学物質や放射線物質まで 99.99% 除去できるということで、どんな水をねこう汲んできて浄水するにもちょっと安心かなって思いました。でセーシェルのねボトル2種類あるんですね。こちらがサバイバルプラスというものでして、こちらがサバイバルプロというものになります。でこれねどちらを買おうかなって最初迷ったんですけれども、口コミを見たところ、こちらのサバイバルプラスの方は浄水するときにこう、ね、水が漏れてきたりすることもあるらしいということ で私最初にこちらのサバイバルプロの方を購入しました。 ですがこのサバイバルプロも口コミを見るとね、こう浄水するときに結構力が必要だということで、ね、確かにこう押してみるとこう戻るのにも時間かかるし力が必要なんですね。でそこでなんとかならないかなと思いまして、またちょっと調べてみました。そしたらこのサバイバルプラスとこのナルゲンのカンティーンがいいというのを見つけました。で何がいいかと言いますと、これ外してこちらのねナルゲンの方にねくっつけると簡単に浄水ができるよっていうことなんですね。でもその当時私はまだこちらを買ってませんでした。手元にありませんでした。でこちらのサバイバルプロにこのナルゲンが付けられたらいいなと思ったんですけれども、このねサバイバルプロにナルゲンが付きますよっていうのは情報は見つけられなかったんですね。でとりあえずこちら買ってみようと買ってみて、それでこちらのねサバイバルプロの方をつけてみました。そしたらこちらもねこちらのナルゲンサバイバルプロの口がつきました。ですのでこちらのねサバイバルプロをお持ちの方もこちらのカンティーンのね袋に取り付けることができます。で、取り付けられてよかったなって思ったんですけれども、そうだ、替えのフィルターを買っておこうかなって思ったんですね。値段を調べましたら、こちらのサバイバルプラスでね、フィルターがついているものですねと、プラスこのサバイバルプラスのフィルターとねの本体とフィルターが2個ついた状態なんですけども、そちらの方がこちらのプロのフィルターを2個買うよりも安く買えるということが分かりました。それでじゃあこちらのねプロのフィルターを2個買うんだったら、こちらの本体とフィルターを買った方がいいかなと思いまして、順番的にはこれを最後に買いました。これから携帯浄水ボトルを購入したいという方におすすめなのがこちらのサバイバルプロと
ちらのナルゲンのカンティーンの1リットルの袋型の水筒ですね。こちらのペアが一番のおすすめですね。そして、替えのフィルターを購入したいという方には、こちらのねペアが安く買えればこちらをがあると、例えばこれを、ね、ナルゲンの方につければこれとで2つ使うことができますよね。それからそれぞれのねボトルのフィルターなんですけれども、ちょっとね仕様が違うんですね。でもこれここのね大きさが同じなので、付け替えても使うことはできます。なのでこのカンティーンのね袋につけるんでしたら、どちらのフィルターでも大丈夫かなっていう感じですね。ただし、あくまでもこのね、サイズが一緒ですよっていうことなだけでして、メーカーの本来の使い方ではないので、あくまでも自己責任でご使用願います。このチャンネルでは、ワイヤークラフトやその他皆様のお役に立てるような情報を発信しています。よろしければ、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。